はい、皆さん、アッサラマライクン。こんにちは。お元気ですか？アーミルへ。代々木ゼミナール世界史講師、佐藤幸雄です。本日もよろしくお願いいたします。ん？ゲルニカ？ ピカソ？ね。今日の授業とは全く関係がありませんので、たまたま T シャツの回ってきた順番になります。さて、本日もカイロはいい天気ですよ。もう夏ですね。今、昨日は39度ありました。でも、午前中は風が冷たいんですよ。だから、決して悪くないですよ。外出ても、ちょっとこう、焦げる感じで暑いですけれども。でも、まあ、気分よく散歩できます。夜になると涼しくなっちゃう。22、3度ぐらいになっちゃいます。まあ、寒暖差が激しいっていうんですが。夜は寝やすいですよ。日本とかね、ジメジメした中のさらに熱帯夜とかなるじゃないですか。それと比べてみれば、エジプトの方が全然いいかなとは思ってますけどね。日本の方が大変だと思います。で、大変といえば、本日の中世ヨーロッパ。大変。ってみんなが言うでしょ？で、なんでみんなが中世ヨーロッパ大変だって言うかっていうと、今の国がないからなんですよ。で、なんで今の国がないかっていうと、今の国ができる時期だから今の国がないんです。で、ヨゼミの場合には、中世ヨーロッパっていうのは、2回に分けてやるんですね。で、前半の方が今回で、ゲルマン、ノルマン、ローマ教皇の盛衰。つまり、国ができていくとこなんで、やっぱりこう、概念的とか抽象的なものが多いんですよ。で、分かりにくい。だローマ教皇はキリスト教の歴史なので、これは非常によく出ます。で、後半になると何かというと、後半はできた国がどう動いたのか説明する。例えば、フランス、イギリス、神聖ローマ帝国、まあ、スイス、北欧、あとはロシア、スラブ人、東ローマ帝国みたいな。で、一個だけできるのはスペインですね。ここだけはできるという作業を後半やんなきゃいけないけれども。でもなんかこう国があるので、今と比べてみれば覚える量は多いけれども分かりやすいです。でも今回は分かりにくいんですよ。さらには見て分かる通り、民族の出入りが非常に激しくて、いつどこに何が入ってきたか、これを覚えるのが大変なんですね。でもこれがないと中世できないから、作れないのでとても重要になっているということです。で、さらには中世から近世のこの間に、いわゆるここら辺の勢力の、まあ、強弱が変化するんですよ。この辺もちょっと面倒くさいかもしれないですな。なので、まあ、今回勉強したけどもなかなか点が取れないというパターンになりやすい中世前半、ね、ちょっとやっていきましょう。解説はとても重要です。それではこちらです、どうぞ。さあ、ということで、ヨーロッパ世界の形成、ゲルマン、ノルマン、ね、そしてローマ教皇。なんでこれがこう一緒の単元になるかというと、結局ゲルマンとローマ教皇ってこれくっつくじゃないですか。で、亡くなった西ローマ帝国の代わりをします。まあ、あとノルマン人といえば、例えばデンマークにしても、スウェーデンにしても、国旗に十字架がありますね。スカンジナビア十字。あれ、ローマ教皇からもらった十字架です。なので、ってことで関係がすごい深いんですな。ってことで一緒にやるという形にしましょう。さあ、それでは早速問題です。さて、今、地図があります。で、この地図をね、見ながら、いつも通りですけれども、地図から読み取れるというのと、読み取ったものの歴史的事実が合ってるかどうかの組み合わせを見ていきましょうってことです。じゃあ、まず、あからね。東フランクは神聖ローマ帝国と呼ばれるってことは、これは矢印を見たらこれ合ってます。ですね。で、カロリング家であるって書かれてるけど、これ、オットー一世のことだっていうのは多分みんな覚えてると思うんですよ。そしたら、オットー一世といえば、もちろんザクセン家。なので、これはカロリング家じゃない。だから、これが×になります。はい、次。北イタリアで、ゲルマン民族の国ができた。これはもうゲルマン民族の中に北イタリアがあるので、これで正解。で、ベルダン条約とメルセン条約って覚えてます？ね、あれによって分裂してる。これ、正規が出てこなかったらよかったですね。下手すると正規で間違い探しはあるかもしれないです。で、これ870年。だからまあ、9世紀って覚えておくといいかもしれないですね。答えはこれ正解なんです。だけど、ウとエがバスじゃないと、ちょっと気持ち悪くていい、丸つけられないからね。なんで確認すると、ノルマンディ公国の指導者がノルマン朝を作る。これ見ると分かるね。ノルマンディ公国の指導者がノルマン朝を矢印で作ってるのは分かります。ただ、作ってる人が誰なのかというと、これ、リューリクになってますけど、いや、リューリクってここの人じゃなくないですか？ね。やったのはウィリアム1世、ノルマンディ公ウィリアムでしたね。リューリクはもちろん×です。じゃあ、リューリクって何者だったっけっていうと、リューリクはノブゴロド国作った人。スウェーデン系のルス族ですね。ってことで、こっちが正解になるんです。
はい、次、だから×ですよ。だから。で、え、キエフ公国。で、キエフ公国は、ノルマン人、ルス族と東スラブがくっついたもの。これ、地図で読み取れるこの矢印がいまいちですけど、まあ、混ざったものと答えます。なんで、これは合ってるというか、まあ、正しいですね。で、この後南下してって、ビザンツの皇帝と提携結んでギリシャ正教会になるので、もちろんローマ教皇ではないんですね。だから提携結ぶ相手、これは細かくて提携する人の名前とか出ないですけれども、まあ場所的にも考えて、後にギリシャ正教会になることも考えるんだったら、東ローマ皇帝と手を結んだ。っていうことなので、答えは伊賀正解。よろしいですか？ね。はい、次行きましょう。さて、ネットから引っ張ってきた年表なんですけど、ちょっとなんか年代とかが間違ってて、直すのが大変でした。自分で作った方が早かったかもしれないです。で、これは年表の読み取りで時期ですよね。時期が間違ってるパターンになるので、年代さえ覚えていれば取れちゃう。となるとつまんないので、だから文章にも書きましたけど、抽象的な説明です。だから知識を入れてないんですよ。だから皆さんがあの事件はどんな事件か、名前だけじゃなくて事件の内容を知らないと答えられない問題で、これは共通テストらしい問題なんですね。行きましょう。まず A の時期っていうと国境になる前の話です。で、認められたって書いてある。これがミラノ勅令のことでしょう。で、もうイエスに関していろんな人が出て、もともとミラノ勅令ってなんで公認したか覚えてますよね。帝国がバラバラになりつつあるから、そのバラバラになりつつある帝国を一個にまとめるためだったわけです。だけどもイエスが何者であるかでみんなが揉め出したんで、じゃあ正統派を作ろうっていうのはアタナシウス派、三位一体。で、ここに書かれている、いろんな宗派も認めざるを得なくなった。認めなかったよね。結局認めたのはアタナシウスだけってことで、ここが×になります。よって、アワバツと。はい、次、B。これも概念的ですよね。概念というか抽象的。世の中に染まってしまうことを避ける。そのために原点に戻るっていう。なんかこう、人間っぽくていいじゃないですか。これ何かって言ったら、キリスト教ができて広がっていくと、なんかキリスト教の本当を守らなくなった。これ世俗化っていうんですよ。この世の中に染まってしまうこと。なので、修道院を作りましょうっていう話になりましたってことです。あ、これごめんなさい。説明がありますね。で、これがベネディクトゥス修道院って覚えてます？ 529、6世紀の話。だからまあ B あたりで合ってるっちゃって。なんで、E は正解となるということです。で、う。C、場所的にもうどう見ても10時分ぐらいでしょう。だって1054がこれヒントになってる。これ2つに分かれてるんだけど、この後にカノッサの屈辱とか、十字軍遠征とかがあるわけですよね。ちょうど絶頂期の時です。で、その説明をしなさいということで、C、政治的な権力と宗教が結びついたことで、この宗教指導者は、まあ、ローマ教皇でしょ。これが高まっていく契機となったと。政治的な権力と結びつけるっていうのは、わかります？あの、フランクですよ。つまり、カール大冠とか、オットー1世の大冠とか。なので、800年、962年。この2つになるわけです。ってことは、年代的に考えたら、どう見ても B の範疇にあるわけですよ。ここら辺でね。なので、もちろん×になる。これはだから、説明文は合ってるんだけど、場所が間違ってるんですね。×ですね。で、最後。なんて書いてあるかというと、原点と、なった書物。これ聖書のことでしょ。ね。で、さらには、ここに改革は潰された。抽象的ですよね。で、年代が D ですから、宗教改革よりも100年ぐらい前みたいな感じです。そしたらみんなが勉強したのは、ウィクリフとフスじゃない？やってるはずですよ。で、ウィクリフとフスだと考えれば、あの人たちってなんか聖書主義って唱えたじゃん。で、その時にウィクリフは英語訳とか。ね、フスはチェコ語訳して自分の国の人に読んでもらうから、ここが間違ってないですか？書く言葉で翻訳されなかった。されたよね。されたけど潰された。ってことで、この辺は割と本当に抽象的な言い回しだから何のこと言ってるのかわからなくなっちゃうんですよ。だから勉強するときにこういう考え方で、誰かに説明するっていうのが大切な勉強法なの。わかんない人にこれで説明できれば問題なくできる。テストで。ですね。さあ、宗教騎士団となります。それはもちろん、皆さんはカラーじゃないので見にくかったと思うんですけど、まあ場所的にも C って書いてあるってことは、C の場所って十字軍の場所でしょ？そしたらまあ宗教騎士団だな。もともと宗教騎士団って何であったか覚えてます？なぜや存在したか。これは聖地に巡礼する人々を守る、つまりイスラム教と戦うためなんですよ。だからこんな格好してるわけなんじゃないですか。で、これ細かく、こんな細かく出ないですけど、黒いのがドイツ騎士団かな？
で、この白に赤いのが天風騎士団です。で、赤いのを着て白い十字架がヨハネ騎士団なんです。で、有名なのが3つあることはもちろん学校の教科書にも書かれています。だから、まあ、ただね、騎士団って本当に3つだけかっていうと、実はあまり用語集にも載ってないような騎士団もあるわけですよ。だからわざわざ俺が有名な組織と書いたんです。だから3つでもいいかなっていう感じです。だから A は丸になる可能性があるんですけど、いつも言うね、こういうふうな組み合わせの場合に全て1個ずつは無理なんです。わざと難しいの入れてますから。じゃなくて、知ってるところ、だから人によって違いますよ。自分の知ってる知識において、いやこれは違うでしょうっていうのを消していくんですよ。で、ある程度まで行った後、選択肢を見れば実は答えが出てくるというパターンです。じゃあ一応言ってみましょう。どうだろう。これ実は一個一個の説明になっていて、で、とりあえずちょっと順番に行きましょうか。この C のところ見てください。拠点を移して広大な領域を組織したって、これ、ドイツ騎士団って十字軍終わった後、スラブ人と戦うためにドイツ騎士団領っていうのをもらったんでね。で、この辺はちょっと先の話なんだけど、なので、これはドイツ騎士団の説明です。で、だから合ってるっちゃ合ってるんですね。あとは国王と対立して廃絶された。これテンプル騎士団なんですよ。だから、廃絶された組織はないって書かれてるから、答えこれバツです。あと、もともと救護活動。これヨハネ騎士団のことですよ。もともと救護活動したというのはヨハネ騎士団です。で、当初は戦闘に参加しなかったんだけど、まあ、後々参加するようになり、こういうふうな武器を持つようになった。で、これが、すべてと書かれている。これが×です。大体もう世の中すべてって書いたら×になるんですけど。ただこの、特に D と E に関してはちょっとレベルが高いかもしれない。なぜかというと、用語集だと、テンプル騎士団とヨハネ騎士団の細かい内容については黒字なんですよ。ドイツ騎士団だけ赤字になっているので、ちょっとだけレベル高いかなとは思います。ただまあ、ドイツ騎士団が分かっていれば、C は丸だし F は×なんですよ。だってすべての組織が消滅してないもんだって、ドイツ騎士団は。だからこう×ですよ。ってことはですよ、みんな。今の考えれば、ドイツ騎士団だけがもし分かっていれば、これが丸であって、で、F は×である。この2つは圧倒的に分かるわけですよ。ってことはですよ、F があるものは×にしましょう。あとは C があるものは丸にしましょう。こうなるんです。あとは知識で、テンプル騎士団を知ってる人、ヨハネ騎士団を知ってる人に関して言えば、この E とか、もしくは D とかが×になることが分かるんですね。特にテンプル騎士団を知ってれば、この D が×になる。で、A はほら分かんない人じゃん。A に関してはちょっと難しいんですね。これが有名だからどこまでか分かんないんで、A は一応書いたけども、この状態です。で、問題はだから B なわけじゃん。で、国王直属である。これ、こんなのが国王直属なわけなくないですか。ローマ教皇直属って書いてありますよ。なので、×になる。ということは B は×です。もうこれで終わりでしょ。そしたら結局はこの A と E がどうなのかってことだけです。これとこれだよね。これとこれがどうなのか。だから A は合ってる可能性があるんだって言ったはずです。だからこの選択肢から答えは言います。こういうふうになるんです。さあ地図問題です。これはもう有名でしょ。この地図は矢印が逆になっているパターンだったり、ね。あとは、この知識上間違っているパターンだったり、っていうことが分かる。大体矢印が逆になっていることが多いですから、ちょっと見てみましょうか。明らかにおかしいのは、例えばですよ、クヌートがノルマン征服しちゃってるパターン。これ変じゃないですか。ですよね。しかも、これよく見てみてですよ。クヌートによる征服が、これクヌートってデンマーク王子ですよ。これ逆じゃない矢印。でね。だこれはやっぱおかしいわけですよ。で、ただ、トゥール・ポアテイクの戦いってここでしょ？で、こうやってイスラム教が入ってきたんでしょ？ね、これ名前あるよね。ウマイヤ朝、イスラム教って入ってきたんでしょ？入ってきたのに、これなんか、矢印逆じゃないですか。フランクが攻めてません？違うよね。だから結構これも罰なんですね。で、オット一世。これマジャール人ですし。でも、オット一世ってのはマジャール人で出てこないとダメですね。で、撃退してるから、これ、C は合ってるね。あと、キリスト教の巡礼。巡礼先っていうのは、これは言ってますよ。ローマと、イエルサレムと、あと、サンチャゴでコンポステラ。ヤコブの遺体が流れ着いた場所。ちなみに場所はどこかというと、ここです。でね、
エルサレムはイスラム教に取られてる。ローマは、イタリア政策でぐちゃぐちゃ。いけないから、じゃあみんなでサンティアゴ行こう。だから B の矢印だったらサンティアゴでコンポステラの巡礼ってなるんでしょうね。だこれは矢印が間違ってるっていうよりは、まず中身が間違ってる。ローマに行くことはちょっと巡礼ではほとんど当時はなかった。できなかったってことです。で、次です。E、良質良国。これは合ってますよ。良質良国は明らかに E の場所です。ただ矢印見てください。ノルマン人が作ったんだよ、これ。なのにこれ、ノルマン人右から来てないですよ。左から来てないですか。こっちの方からこう来るんだよね。だから×ですよ。ただ、慌てちゃうと、もう良質良国見ただけで E だから丸にしちゃうんだけど、矢印が違う。なんでかっていうと答えはこの F なんですよ。ゲルマン民族こんなとこに来たっけみたいな。言われてみたら、いたじゃん。バンダル。あれ、北アフリカでしょ？なんで、ここがイベリア半島取ってきてるんですよね。だから、結局答えは、丸になると。こういう感じです。さあ、共通テスト、パターンですよね。なんでこういう問題がよく出んだろうってみんな過去問やって思いませんでした？これね、みんなには関係ないかもしれないんだけれども、まあ、文科省がね、高校の授業っていうのは、学校の先生が黒板に書いて教える授業じゃダメだと。生徒が入って、生徒と共に生徒の意見を言わせながら、生徒主導でやりましょうなんていう大変なことを挙げたので、先生方辛いんですよ。で、そのパターンをテストにも出してくれってことなんです。つまり先生の会話と生徒の会話のなんか不一致みたいのを見つけなさいってことなんですよ。ね、君たちにやることじゃないと思うんだけどね。で、読みましょうか。なんか、どういうことなのかというと、今ここにネットから持ってきたグラフがあると。で、十字軍の失敗がそれぞれの階層を変化させたのは明らかに十字軍の失敗からガガッとこう動きが変わっていますね。で、見てわかる。で、これ何かと言ったら14世紀の初めからローマ教皇が、ここが14世紀の初めになってます。で、火器の導入によって諸侯たちが力を、騎士って諸侯ですよ、これ騎兵って。諸侯たちが力を失った。これ上がってますよね。ちょっと変ですよね、これね。しかし、ちょっとこのグラフは大げさだし、さらにはちょっとどうかな、間違ってんじゃないのかな。っていうところありますね。今俺が言った通り、諸侯がこれ上がるってのはちょっと変だろうみたいな。で、どんなところだと思いますか？今言った通り、諸侯のグラフが上がってるところは変な感じです。それ以外にどうなのって言ったら、まずあの子が、国王の力がローマ教皇権を超えるタイミング。つまり、どこかというと、ここですよね。ここです。このタイミングはカノッサの屈辱だった気がします。カノッサの屈辱って十字軍より前でしょう。あえて言うなら、これってアナーニ事件のことだと思いますよ。彼が言おう、この人が言おうとしていることは。ね。で、アナーニ事件って十字軍が失敗した後すぐですから、あれ。なんで、本当だったらこの辺なんですね。アナーニ事件。だから、イの文章を見てください。ローマ教皇権が下り出すのは、十字軍が失敗後、間もなく起きた事件じゃないのっていうふうに言っています。つまるところ、もしこのペンで書くならばですよ。書くならば、ここからこう言って、この辺からこうやって落ちていかないとおかしいんじゃないのっていうのは、この人の言い分です。僕もそう思いますね。だから、この文章はこの部分ですね。合ってるというふうに考えて僕はいいと思います。はい、次。市民勢力が諸侯の権力を抜く。市民勢力がここか？どうだろうね。今書いてある通り、火器の導入、大砲です。騎兵がダメになるのっていうのは、中世のすごい末期ですね。まあ、14世紀から15世紀にかけて100年戦争ぐらいになります。確かに諸侯は落ちてきます。十字軍がなってから。これは合ってるんです。だけども、さすがに市民が強すぎてこれだと。もうちょっとゆっくりなんじゃないのって書いてあります。もう少し遅い気がしますが、って。だからこのうは確かに疑問としては合ってそうな気がしますね。ただ、えとおが罰じゃないと怖くてうには丸つけられないんじゃないかな。一応つけて。これは何でか。ね。これはそう、軍事革命って言うんです。これ、諸侯が弱まることを、これ、火器を使った軍事革命って言い方をする。これはまだ出てないです。なので、これはまた後日やりましょう。ということで、えとおが罰になるかどうか確認してみます。国王の権力が上向きです。で、どの階層よりも上なのは、ここで絶対王政が起こるからだ。合ってるじゃないですか。このグラフの説明としては合ってるじゃないですか。だから、これは、絵は確かに正しいんだけれども、先生の質問に答えてない。先生は、なんかグラフでおかしいところあるって聞いてる。これ、おかしくないもんね。合ってるもん、文章。おかしくないから、何言ってんの、お前みたいな感じになるから、絵はだから罰なんだ。で、最後、ローマ教皇権が下がる途中に、もうこれはおかしいね。クレルモン公会議なんてないもんね。コンスタンス公会議でしょ、あえて言うなら。で、ローマ教皇権の本当は少し上がるんですよ、この辺で。
この辺でこう、キューッと上がるんです、少し。で、宗教改革で叩かれる感じですかね。よって答えは意図っていう、こういう読み取りです。これは練習しないとできるようにならないので、学校の先生もこういうのを作ってあげないといけない、自分で。で、生徒にこういうのを慣れさせないと、本番出てきてみんな慌てふためきますよ。ね。なので、まあ自分の感じでいいですから作ってあげてもらいたいなと思います。共通テストチェックポイント06、今回はこの5つになります。国ができる流れ、これは今最初に話しました。で、抽象的概念についても今話しました。で、岸田を少しだけ説明しましょう。これは後に影響を与えるところが注意点になります。細かくは出ないです、大丈夫です。なんであんのかとかどうなったのかぐらいは知っておきましょう。で、民族の出入り、この4番がめんどくさい。で、この5番に関しては次回も出てくるんです。中世から近世に変わる、この強弱は十字軍が負けたことと100年戦争とペストの流行なんだ。ペストの流行は今回の範囲じゃないので、次回やっていくことにしましょう。さあ、今回はね、ほとんど書いてきました。なので、後でこれ写しておいてください。まず、国ができるところ、今回の範囲の国ができるのはフラン公国なので、フランスと、まあ、ドイツ、後に神聖ローマ帝国。まあ、神聖ローマ帝国ってドイツのことですよ。で、イタリア。でも、このイタリアっていうのは、北イタリアなんですよ。で、しかも国はできないですよね、イタリアって。都市と諸侯が、乱立する状態です。で、イタリアを勉強するときっていうのは、こうあったら、この部分がその乱立してる状態で、この部分ローマ教皇領で、ここ両シチリア王国なんですね。まあ、イスラムが何回か入ってきたり、東ローマが入ったりするけれども、この3段階で覚えるといいかもしれない。で、ノルマン人の移動は地図勉強したと思うけど、ここでできるのはロシアとイギリスです。なので、これ以外は次回の授業でできることになる。例えば、北欧。あ、北欧できたか、ごめん。北欧出てますね。失礼しました。スラブ人の国家が次回ですね。あと、スイスが次回です。あと、スペインが次回です。もうすでにできてますけど、東ローマも次回です。で、こうやって国ができちゃえば、今の国と同じ形になっているので、あとは覚えるだけ。だから量は多いですよ、次回の方が。でも概念的とか抽象的なものがなくなるので、出てくるのは人の名前とか、で、事件の名前とかが多くなる。さあ、そして先ほど言ったこと、抽象的説明。これ本当にテストに出やすいんですよ。それは、ちゃんとこの概念的に覚えてますかっていう説明で、例えばですよ、これ以前やりました。少数が多数を支配する。どこでやったかっていうと、何だって言いましたっけ？中国でやらなかったかな？南北朝時代、つまり北魏の鮮卑族は数が少ない。そこに数が多い中国人の中に入っていった。数の多い中国人を統治するためには、郷に行ったら郷に従え。だから中国人に合わせて中国化政策をした。あれは少数が多数を支配する。今回もそう。多数のローマ人の中に少数のゲルマン人が入ってきた。だからゲルマン人は自分たちのやり方だとローマ人を統治できないからローマ化した。だから今回の中世で言うと、この少数がローマと親密化取っていくんですよね。だからアタナシウス派に改宗してみたり、覚えてます？フランクのクロービスがアタナシウス派に改宗してみたり、例えばカール大帝がカロリングルネサンスとなってローマの文化を復興させてみたりって、なんでそんなローマに合わせるかっていうと数が多いからなんですよ、ね、しかもこの数が多いローマ人っていうのはバックにローマ教皇がついてる。だからローマ教皇に気を使わなきゃいけないんです、ゴリラ、ゲルマ人たちはね、っていうので、これは概念的な考え方。これわかります？一人ぼっちになったローマ教皇がね、宗教のトップだけどもなんか攻められたら勝てない、つまり軍事的政治的バックアップが必要。これ当時のローマ教皇の状態を示してね。それでカール大会が行われたとか、さっき出てきた原点に立ち向かう。つまり年代が長く続いたことによって変化しちゃった。前に戻ろう。初期に戻ろう。フスやウィクリフが潰されますよって話をしましたけども。それっていうのは、いわゆるこっちが、まあ、いわゆるプロテスタントで、こっちがカトリックになるんです。こっちが聖書主義です。こういうふうに単語で覚えるんじゃなくて、こういう概念的な言葉で覚えると、でもこれって一箇所じゃないもんね。新勢力と旧勢力だって他のところでもありますよ。他の時代、他の国にも。だからよくテストに出るのは、なんか抽象的な文章に線が引っ張ってあって、
この文章の内容のような出来事を選びなさいみたいな。例えば線がここね、ここに線が引いてあって、こういうふうな少数が多数を支配するような具体的なものの事件をしたから選びなさいみたいな。後にいっぱいでも近世とかも近代もこういうのいっぱいありますから、これが今回の共通テストの狙いだと思ってくれます。はい、3番目、この騎士団は今回書きましたけど、こんな細かく出ません。ただちょっと気になってるのが、もともと騎士団っていうのはね、まあ救護もそうですけれども、巡礼を助けるという、巡礼を守るというふうに使われたものです。でちなみにヨハネ騎士団は一応最終的にはマルタ島まで行って、でまあ今はもちろん形しか残ってないですけど、すぐには消滅しないんですよね。でご存じのとおりドイツ騎士団はスラブ人、これは次回やりましょう、東方植民があります。スラム人をキリスト教化していく、カトリック化していくっていう、さらに土地を広げてゲルマン民族の土地を広げてスラブ人をいじめる、まあもう分かりやすく言うとドイツとソ連が喧嘩するみたいなものと同じなんです。これってそんな昔からやってるんですよ。仲悪いですね、ゲルマンとスラブ。さあこれは後で図で確認してね。で一応正義で書くと、ゲルマン、ノルマン、イスラムはまあいいとしましょうよ、メインだから。例えばフン人ってゲルマン人を圧迫したですね、5世紀入ってきてます。カタラウヌムの戦いって言って北フランスで負けてますよ、ね、でアバール人、これカール大帝にやられてるんですね。だから8世紀ですね、逆だった。でブルガール人っていうのは南スラブと融合します。だブルガリア人っていうじゃん、あのブルガリアはブルガールと南スラブが合体します。これがブルガリアです。7世紀かな。で、マジャル人、これオットーにやられたね、レヒフェルト、955だから10世紀。で、モンゴル人って言ったらもちろん13世紀。こういう感じで、何度もね、これなんでこれが重要かっていうと、これ中世のもともとの話ですよ。つまり、ところですよ。ローマは古代までってのはもちろん王様、皇帝が強くて、まあそこに諸侯、まあ諸侯なんていないですけど、まあ皇帝中心の国家だった。でも、中世に入ると、まあ、王様がいて、諸侯がいて、まあ、一般市民がいるじゃないですか。で、諸侯の権限が強かったのはみんな教わったと思う。で、なんで諸侯が強いかっていうと、こいつらのせいなんだよ。こいつらがわーってもう毎世紀毎世紀攻めてくるじゃないですか。で、王様は撃退しない。王様っていうのはいつも軍隊の後ろにいるから。前で戦うのは諸侯たちですね。で、結局、こいつらを追い出したのは諸侯なので、諸侯の権限が強くなっちゃう。だから王様諸侯という順番なのに、実際は諸侯のがえばってるわけでしょ。だからこれがひっくり返るのが絶対王政だ。古代から中世っていうのはゲルマン人が入ってくるところです。でもちろんローマが滅んでゲルマン人の国家ができる、ね、いわゆる封建社会ができるところが、いわゆる年代で言うと8から4から8って言われるんですよ。ゲルマン民族が入ってきて封建社会が完成するのが8世紀なんで、これが古代から中世です。で、変化するのはここ。この中世から近世の時に、いわゆる国王は強くなってきます。今度。で、諸侯は弱くなる。で、教皇も弱くなる。これは2つがくっついてるからですね。で、市民が強くなってくる。これが基本です。ただし、今言ったドイツだけ、実はそのまま皇帝権は弱いまま。で、諸侯は、実はまだ、徐々に諸侯は強くなってますから、さらに。この緑色が神聖ローマなんですよ。神聖ローマ帝国だけこんな動きをしてるんで、だから、やっぱドイツ勉強するときには気をつけなきゃいけないのかなというふうに思っています。以上ね、こんな感じで学んでもらえればいいのかなと思うので、整理しておきましょう。なんか、今回は知識を覚えるというよりは、なんだろうね、抽象的にその内容を説明できることっていうのが重要だ。この辺についてはまた後半の授業でやりますけどね、気をつけてもらえればと思います。以上ね、今日はここまで終わりしましょう。食のマスター、バイバイ。